ねずってなっちゃんです。今日はですね、こんなの一番くじ引いてきましたということで、僕今回ですねマジで9000分ぐらい引いてきたんですよで、僕自身ね、一番くじって全くしたことなくて、それこそ今までほんまミニオンの一番くじぐらいしかしたことなかったんですよね。で、今日はですね、セブンイレブン行ったついでにね、9000分ぐらいね、引いてきました。いや、引きすぎっていう感じやけど。というのも、今年のね、一番くじはね、名探偵このヒーローの弾丸を記念したね、一番くじやったんですけども、僕そのグッズ見た時に、めちゃくちゃ欲しいものがあったんですよ。だから今日はですね、思いっきりね、引いてきました。で、このね、くじの後ろに書いてあるその QR コードを読み取ったら、その高山みなみさんのサイン入りのその額入りアートがねもらえるらしいんですよ。じゃあ早速ね見ていきま、真実はいつも一つ始まるよ。パン、お、これ相性ですね。相性、灰原相性はですね、アクリルスタンドですね。アクリルスタンドで、これ全部でなんか8種類入ってるらしいんですよね。じゃあ早速ね開けていきましょう。まずはね1個目です。ポン、おお、セラちゃんです。セラちゃん、あとでね、ちょっとね、画像準備してます。はい、じゃあ次行きます、次。よいしょ。おー、スバルさん来ました、スバルさん。了解。来ましたね、スバルさん。いい感じです。じゃあこれラストですね。ラストです。ポン。おー、アムロさん来た、アムロさん。アムロ、行きまーす。いや、それ、アムロ違い。このトリプル並び、いいよ、ほんまに。すげえ。これ見たらね、もう一回ね、こんなのミステリーレストラン行きたいですね。ごめんなさい。あと一個ね、アクリルスタンド忘れてました。じゃあ開けていきます。行きます。よいしょ。おー、赤井さん来ました、赤井さん。うわ、すごい。めちゃくちゃいいの当たってる。じゃあね、次行きます。よいしょ。パン。おー、ハンドタオルですね、ハンドタオル。じゃあね、開けていきましょう。まずはですね、1個目から開けていきます。よいしょ、ハンドタオルから結構ね、使いやすいかもね、こういうの。ハンドタオルね、こんな感じです、こんな感じ。結構ね、その、いろんな発明品とかがありますよね。もちろんね、蝶ネクタイとかもあります。犯人は、ランの角です。はい、じゃあ次はね、こちら開けていきます。これね、ダブっちゃったんですよ。よいしょ、おお、これ多分メアリーの帽子とかがありますよね。でもなんかこれデザイン的になんかさざ波の話になったじゃないかな。じゃあ次も開けていきます。よいしょ、ポン、おお、こんな感じです、こんな感じです。でも今思ったらこれだけハンドタオルあったらマスク作れるよね。いや絶対作らんけど。もうラストですね。もうラストはもう分かるでしょ、これ。赤井さんのシルエットです。ポン、おー、やっぱね、うわ、これ一番嬉しいわ。これめっちゃかっこよくない？これ。一番嬉しいわ、このハンドタオル。でもこれ今見たら、その全部で7種類あって、他にもなんかキッドのやつとか、あとはですね、沖谷すばらさんのやつとかもありますね。あ、この沖谷すばらさんのやつ欲しかったな。いや、これは欲しかった。はい、じゃあね、次ね、開けていきます。よいしょ、あ、取り過ぎた。はい、ネタバレ、ネタバレ。こちら、継承のラバーストラップですね。ラバーストラップ。これほんまに、開けてみないとほんまにわからないからな。おお、またスバルさんです、スバルさん。じゃあね、次も開けていきます、次も。よいしょ、おー、来た。赤井さん来ました。これ連続で来るってなんかついてるよね。しかもね、もうめちゃくちゃ可愛らしいね、赤井さんのデザインですし。はい、じゃあ次行きます。よいしょ、おー、なんかね、スタンド付きしおりっていうやつ。なんかこれ組み立てる系のやつなんかな。うん、ちょっとめんどくさい。じゃあね、一個ずつ開けていきます。よいしょ、おー、これね、コナンくんですね、コナンくん。ちょっとね、組み立ててみます。よいしょ、これプチプチっていう感じがね、なんかプラモデル作ってる感じでいいですよね。まあね、僕ね、プラモデル作ったことないですけども。いや、兄が結構プラモデル作ってて、それを横で見てたんでね、僕。図工とかが特に苦手だったんですよ、僕。不器用なんで。なんかこれ、うんげえややこしいですね。こうか。こうすんのか。なるほど、なるほど。あ、これでいけんのか。こんな感じです。立ちました、立ちました。で、これね、やり方はね、そこまで難しくなかったんですけども、まあね、読み取るの大変でした。はい、じゃあね、じゃんじゃん開けていきます。うお、おぉ、キン
ット様来ました、キット様。今回のでも一番くじで、キットは俺初めてじゃないかな。まあ、今回の映画ね、まあ、キットは多分出ないと思うんですけどね。はい、じゃあキットはね、こんな感じです、こんな感じ。じゃあ、プッシュ、ああ、ダーン、ダーン。コナンのね、映画の予告あるあるで、絶対に最後にコナンがランと叫ぶっていうのがあるんですよ。絶対叫びますよね。うん。ダーン、ラン姉ちゃんはこんな感じです、こんな感じです。はい、じゃあラスト2個ですね。よいしょ、うわぁ、かぶった、またコナンくんです。かぶっちゃった、出ましたわ、令和のかぶりを。じゃあね、ラストです、ラスト、よいしょ、おぉ、来ましたわ、赤井さん、赤井さん来ましたよ。今回このデザインが多いな、赤井さん。ちょっと可愛らしいデザイン。はい、じゃあ赤井さんはね、こんな感じです、こんな感じです。一回ね、もうザラーっと並びますわ。はい、じゃあもうそろそろね、終わりが近づいてるんですけども。じゃあ次行きます。よいしょ、おー、すごい、コナンのバスタオルです、バスタオル。でっかい、ちょっとね、開けてみますわ。これでけえぞ、ほら。ほら、結構でかめですね、ほら。じゃあね、これを切り取ってね、何十枚もまっすぐ作ろうかなって、バカ！じゃあね、次行きます。よいしょ、うおー、クリアファイルですね、クリアファイル。でもほんまにもう大学終わってからも最近全然クリアファイル使ってないですけどね。うん。よいしょ、うわー、デザイン。二つあるんや、二つ。デザインがね、これと、すごい、これがあります。これ完璧なラン姉ちゃんの、クリアファイルですね。だから他にもいっぱい種類あるってことかな。うん。これでもこのクリアファイルでもね、もうたくさんのね、キャラクターがいます。でもまあね、ラン姉ちゃんはね、まあドラゴンボールの世界にいてもね、大丈夫ですからね。うん。じゃあね、これね、ラストですね。もうラストはね、びっくりすると思います、マジで。よいしょ、うわー、これすごくない、ラストラッキー賞、つまりラストワンですね。これなんと青山先生のイラストの額入りアートなんですよ。すごない、これ、これね、めちゃくちゃ欲しかったんですよ。で、実はですね、そのヒーローの弾丸の額入りアートもあったんですけど、それはね、手に入れれなかったんですけども、ね、これ手に入ってもうね、大ちゃん、あ、ええー、うん。じゃあね、開けていきます。すっげえ楽しみ。よいしょ、うわー、すげえ、こんなんです、こんなん、うわ、すげえ、めちゃくちゃ嬉しい、これは。え、これはマジで嬉しいぞ、額入りアート。いや、これめっちゃ嬉しい、めっちゃ良くないですか、これ。ほら、これマジで勝ったかい、あった、マジで、これは。うん、でね、今年の映画でね、このスバルさんはね、そのセラちゃんに自分の正体を明かすんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。もうそうなったら胸熱展開ですよね。いや、これめっちゃ嬉しいな。うん、これほんまに非売品やからね、マジで。ほんまにくじじゃないと買えないですからね、ほんまに。うん、まあ、転売されてるかもしれないけど。うん。はい、じゃあ今日はですね、こんなのね、一番くじをね、引いていきました。でね、個人的には、欲しいものも他にもあったんですけど、もう僕的にはもうこれだけ当たったら、もう大体満足です。でね、僕はですね、くじ買った人だけ送れる、このね、QR コードのキャンペーンに応募してね、で、僕はですね、高山みなみさんのサイン入りの、まあ、ヒールの弾丸の額入りアートをね、絶対当てます。いや、でもこれめっちゃ嬉しい。でね、ぜひ皆さんもよかったらね、今だったら多分ね、結構ね、もう売り切れてると思うんですけど、まあ、運が良かったら多分ね、手に入ると思うので、ぜひ皆さんもね、買ってみてください。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画を上げると思うので、ぜひね、チャレンジボタン、グッドボタン、そういう通知ボタンも忘れなく、というわけで、